かる。食べたい。いい匂いする。みなさんこんにちは。ぴょぴょテレビのピーちゃんと母ちゃんです。はい、わちゃわちゃすごいので早速行きたいと思います。100円ショップでワンちゃんのねおやつが売ってたので買ってみました。あ、ピーちゃん写真。動画映りたいので、はい、すごいね、さすが分かってるピーちゃん。でもピーちゃん食べれないからね。はい、人気がありそうなやつを買ってきたんですけども、さつまいもスティック、うん、こんな感じ。煮干し、カリカリ煮干し、ささみ巻きガム。これね、ちょっと触ったらね、結構ね、硬い感じでね、こう噛みながら、噛み噛み長くして食べてくれるかなと思って買ってきました。あとね、こちらのね、3点はね、多分ね、ちょっと非常に申し訳ないんですけど、お腹壊すかなっていう感じですね。でもね、やっぱね、こういうの好きみたい。ついついね、買ってきちゃうんだけど、そうなんですよ。でまず多分ね、大丈夫な、お腹壊さないのはこれ大丈夫だと思う。天然素材みたいな、これもね、大丈夫だと思います。煮干しでビスケットも多分大丈夫。乳酸菌が入ってる、なかなかいいんですね。でこれもね、このガムもね、結構細くて硬いので、これね、柔らかいとすぐね、噛み噛みごっくりしちゃうんで、なるべくだったら長く噛んで楽しんでからごっくりしてほしいの。これはね、そんな感じの商品でした。あとね、うん、これあ、ピチャピチャしてる。これは絶対美味しいはず。どれが一番好きなのかなとか思いつつ、ちょっとね、楽しみなのであげていこうと思います。楽しみね。え、わかるもんね、匂いでね。ピーちゃんは食べれないよ。楽しみ。うん、はい、いきますよ。まずはこちらを試してみようと思います。さつまいもスティック、これは間違いなくね、お腹壊さなくて安心して食べられると思うんですけど、ちょっと待ってね。痛い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 よ。ちょっとお座りして、お座りお座り、痛い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 、お座りお座り。こんな感じか。あ、こんな感じ。ってピーちゃん来た。ピーちゃんも食べたい。ピーちゃんも食べたいね。うん、でもピーちゃんのね、食べ物じゃないよね。ごめんね。うわ、ビーちゃん怖い。ビーちゃん大丈夫なのかな、これ。ダメだよね。ダメだね、ビーちゃん。ビーちゃんはダメ。はい、お座りしてください。はい、お座りですよ。違う。あったんちゃん、リコちゃん。はい、リコさん。ちょ、お座り。はい。はい、リコちゃん。はい、あんちゃん行きます。ちょっと、ビーちゃん、これまだ。ビーちゃんがずっと欲しい。なんちゃん、はい、はい、オッケー。はい、食べました。はい、続いてはね、このビスケット行ってみたいと思います。あ、小さいプチビスケットなんで小さいですね、やっぱね。これうちのワンちゃんだとちょっと小さいかな。でもね、ほんと、あ、小型犬のチワワちゃんの写真が書いてあるんで、多分ほんとちっちゃい子用ですね。すいません。ですが、美味しそうなので。ビーちゃん、かじって。ビーちゃん食べれないと思う。多分。おー、落ちた。ビーちゃん食べたい。ちょ、お座りして。お座り。はい、はい。リコちゃん。はい。いいですか。あっちゃん。今食べたの誰？ポンちゃん。ポンちゃんか。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、リコちゃん。はい。あ、リコちゃん。なんちゃん、なんちゃん、匂いどうなの。匂いしないですね。私の鼻が悪い、多分。続いてはですね、この煮干しいきたいと思います。うん、お座り。あ、煮干しちょうどいい大きさですね。しかもね、これでほんと100円って、この量でなかなか、ちょこっとの量だと嬉しいですね。ちょこっとの量を少しずつみたいな感じで、はい、美味しいね。はい、
猫ちゃん、猫ちゃん、なにかわいい、猫ちゃん、これいいね。で、なんかあるのは最後にしようかな。はい、あ、これも最後にしよう。はい、続いてはですね、こちらですね、粗挽きチーズビーフ。こういうのが好きみたい。しょうがないですね、匂いがね、いいね。あ、これはワンちゃんが好きそうな匂いです、確実に。嬉しい、ね、まずタンちゃんいくよ。はい、おりこちゃん、りこちゃん食べたいね、食べる。でもね、メニューするもんね。鼻ひくひくしてるよ、鼻ひくひくしてる。はい、タンちゃん、タンちゃん、タンちゃんかわいい、もんちゃんよ、もんちゃん、もんちゃん。はい、はい、ありがとうございます。柔らか鶏一口カットだそうです。これもね、絶対美味しいはず。うん、もうね、エンジンかかっちゃったね。ちょっとお座りして、お座り、はい、お座り。さっきの方が匂いがきついね。嬉しいね、はい、お座り、はい、はい、ちゃん、映んないよ。はい、はい、オッケー。これですね、チキンロング細切り。おいしそう、野菜入り。あ、これはね、なんかね、柴犬の絵が描いてあるから、まあそうですね、あんちゃんぐらいはちょうどいいのね、みんなで。おいしいね、わかったわかった。ちょっと待ってね。はい、食べたいね。あ、これもちょっとね、さっきの赤いやつのビーフのやつぐらい匂いが、うん、結構きつい、ある感じだからね、ワンちゃんたちやっぱ匂いで嬉しいね。よだれが嬉しい。まだよ、まだまだ。はい、食べた、ワンちゃん、はい、ワンちゃん、ワンちゃん、どこに。はい、硬いのをね、時間かけて食べると思ったんで、ちょっと後に回したんですけど、これささみ巻きガム、これも絶対美味しいはずね。嬉しい。ね、まあ、ね、あー、ちょうどいい、こんな感じ。え、これ硬いから時間かけて食べてね。はい、噛み噛みしてよく、また食べてる。美味しかった、美味しかった。あ、よかった、満足、満足しましたか。はい、こちらが最後のものになります。はい、うん、どうなんだろう、ちょっと柔らかいかも、いつも食べてるやつの方が硬いね。これ多分すごい早いと思います、早くなくなっちゃうかも。慌てなくていいからね。はい、ということで何個か試してみたんですけど、多分ね、リピするのはこのプチビスケットとさつまいもスティックと煮干しですね。やっぱね、天然素材のものの方がお腹壊さなくて、うーん、他のはね、ちょっと微妙に、おいおいおい、わかったわかった感じです。うわっ、やば、これだけ喜んでくれるとね、なんか100円でもね、まあ100円だからね、いいかなって感じで、お、嬉しいね、死んで。ピーちゃん来ました。ピーちゃん食べれないのね。はい、ピーちゃんも食べたいですか、食べたいですか、ピーちゃん食べますか、食べれません。